YouTuber 第1期生オーディション、賞金総額100万円。皆さんこんにちは、こんばんは、どうもカラカラカミプラピーちゃんです。よいしょ。さあ僕が今日どこに来てるかと言いますと、こちら。はい、これは愛知にあるラグナシアに来ております。ここはですね、プールとか遊園地などなど楽しいアトラクションがいっぱいあるんですが、なんでコロコロクリーチャーここラグナシアに来てるかと言いますと、ここラグナシアでは今コロツアーデラックスが行われているんですね。どんなことが行われているのか、ちょっとクリーチャーもまだ見てないんで、早速行ってみたいと思います。行ってみましょう。よいしょ。はい、ということでこちらコロツアーデラックス in ラグナシア。じゃあ早速フロアの方回ってみたいと思います。イエイ。はい、こちらコロコロのエンドエリア入ってみたいと思います。何があるんすかな。すげー、何これ、ちょっと見てください見てください。これコロコロコミック、もしかして歴代全部のコロコロコミックじゃないですか。これ一番最初の増刊号があります。でこれ本当に本物のコロコロが中に入ってるんですね。これすげー。でこっちは最新号、コロコロコミック7月号8月号最新号が載ってるってことは、本当に40年分のコロコロが全部この中にあるんですね。これこれしか見れないんじゃないですか、マジで。あんまねー。はい、ということでじゃあ次はコロコロコミック×ドラえもん店があるので行ってみましょう。こちらです。こちらどんなのがあるんですかね。早速行ってみましょう。よいしょ。うわー、なにこれ。コロコロコミック創刊号の超ドデカパネルあるよ。うめな、すごいな。ここでだからお父さんお母さんと一緒に写真とか撮っちゃうとすごいいいですね。これ他に何があるんでしょう。ちょっと行ってみましょう。うわー、これドラえもん大長編の原画ですね。これ本当に藤子不二雄先生が描いた大長編の原画、カラーとか漫画とか、あ、昔の記事なんかもありますよ。うわー、これ貴重だな。これぜひぜひここじゃないと見れないんじゃないですかね今。ちょっとこれまさか、ちょっと見てください。ドラえもんのマジック画ですよ。ドラえもんってコロコロコミックの表紙に描かれるドラえもんは全部マジックで描かれてたんですね。これマジックで描くことですごい親しみやすい絵になったって、これすごい有名なんですよ。そのマジックの本物の絵が今並んでるんですね。これすごいな。じゃあちょっと最後こんな一緒に表紙撮っちゃいましょう。じゃあこれ写真撮ってね。せーの。さあお次はこちらグッズコーナーです。なんといろいろコロコロコミックのグッズがここで全部買えちゃうってすごいグッズコーナーなんですが、こちら見てください。何かっていうとコロコロコミック×ドラえもん店の図録なんですね。中身になんと、わーすげー、こちらベットマンの作者麦わら慎太郎先生の藤子 F 不二雄物語の特別書き下ろし漫画も載っているんですね。わー、これここでしか読めない超豪華カラー漫画です。はい、皆さんぜひゲットしてみてください。お次はおもちゃエリア行ってみましょう。コロコロコミックの最新ホビーがなんとたくさん展示されてるんですね。ちょっと行ってみましょう。わあ、すげえ、ここ宝富エリアです。ちょっと見てください見てください。なんとデュエルマスターズの第1弾パックの全カード今展示されてますね。これわあ、こっちこっちこっち、これゾイド、最新ゾイドが、あ、各パーツ全部揃って展示されてますね。すげえ。あ、ここはベイブレードエリアになる。あれ3、2、1、ゴーシュン。グース何してんの。皆さんこんにちは、こんばんは。今日もベイブレード特訓中井上ゲストです。イエイ。ちょっと何してるんですか。来てたよ。来てた。何してんすか。そこより来てたよ。早い。帰りが早い。いや、ここはね、ラグナシアみんなプール行くと思うんだけど、まあこのコロコロ展示は見て、さらにこれ無料でベイブレード貸し出してるから。すげー、遊べるんですね。ベイブレード遊びまくれるという実験やっております。遊んでていいですか。いいよ、遊ぼう。ダイヤメガゲスト、行きますか。行きますか。じゃあ、スリー
次に紹介したのはこちら、スタンプラリーコーナーでーす。これラグナシアの全体にコロコロパスカル先生のスタンプラリーがあるんです。ここでスタンプを4つ集めて、最後このゴール地点でスタンプを押すと、なんと100点満点六角くじにチャレンジできるんです。六角くじ、どういうことかと言いますと、こちらこのロッカーの中から1つ選んで商品をゲットしちゃう。なんとその中で一番特徴には先生のサイン色紙なんかもあるみたいですよ。じゃあ早速ちょっとやってみましょう。これがいいかな。じゃあこれジェシカス君のロッカー開けてみましょう。よいしょ、わー来た、真面目くんのノートをゲットしました。じゃあこんな感じでみんなもロッカーくじスタンプラリーに挑戦してみてください。さあということで、はい、このスワデラックスではなんと漫画家先生のサイン会も実施されております。そうなんです。はい、本日はですね、劇場版ポケットモンスターみんなの物語外伝を書いてます川本キャモン先生のサイン会です。いやーすごい、イエイ。さあそして今日は川本キャモン先生のサイン会ですが、はいはい、他にもいろんな先生がここラグナシアゴルツアーデラックスでサイン会を行います。詳しくはコロコロ8月号もしくはホームページなどでチェックしてください。どうですか、このツアーデラックス、ラグナシア、はい、どう、すごいよ、もうここラグナシア超豪華な、このツアーデラックスもういろいろあるからみんなぜひ来てね。ぜひ来てください。さあそして、はい、ラグナシアといえばやっぱりプールでしょ。そうですよ、このツアーデラックスだけじゃないプールもあるんです。はい、でもだから水着に着替えちゃいました。イエーイ。じゃあ早速プールで遊んじゃいましょうか。みんなラグナ、このツアーデラックスラグナシア来てね。それじゃあみんなバイバーイ。